どうも、タカチャンネルのタカでございます。僕のチャンネルでは普段の日常生活をちょっと便利にするようなクラウドファンディング製品をですね、ご紹介させていただいているガジェットチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい。で、今回なんですけども、皆さんね、外出中に空き巣の心配をしたりとか、お留守番をしている子供とか、あとはペット、そういった、様子をですね、気にしたりしたことございませんか？僕もですね、実家はペットを飼っていて、チワワを飼っているんですけども、実家のチワワはですね、まあ、ちょっと高齢犬になるので、何があってもいいようにっていう形で、カメラとか、そういったものを設置しております。で、今回はですね、そのカメラのお話をしたいと思います。はい。最大ね、75日間小さなボディで高機能という形で、こちらね、次世代ワイヤレスミニ防止カメラ S3 をですね、ご紹介させていただこうと思います。はい。で、実際ですね、こういう、防犯カメラみたいなものを設置するにあたってですね、やっぱり費用とか、あとは家にね、こう穴開けたりしなきゃいけないとかの工事の手間を考えて、なかなかこう導入を諦めてしまってる人って多いと思います。で、そんな悩みをですね、解決するために生まれたのが、このミニ防犯カメラ S3 という、製品になっておりまして、こちらのねカメラは専用アプリで繋いでいただくだけ、この防犯カメラを自宅の Wi-Fi と繋いだら、外出先でもスマホよりリアルタイムで録画および操作することができるですね、高機能な、ミニ防犯カメラになっております。はい。で、こちらの製品、先ほども言ったようにコンパクトかつ工事不要っていうところがポイントになっておりまして、こちらのね製品はですね、いいのが全くもって工事不要なんですよ。で、なおかつ大きさ見てください。これ手のひらと比べてもこれぐらいのサイズしかないので、かなり小さいんですよね。なので設置面とか、あと配線工事とか、そういう面倒な準備が一切不要なので、手軽にですね、家の中に防犯カメラシステムを導入することができる製品になっております。はい。これいろんなシーンで使えるっていうところがまあいいところで、例えば僕の家とかでやったら、例えば留守番中のペットの様子を見たりとかですね、あとは赤ちゃんがいるところとかだったらね、子供の見守りとか、そういうのも使っていただけますし、まあ、あとはドライブレコーダーとして使用したりとか、あとはお店やられてる方とか個人店をやってる方とかであれば、店頭のね防犯用にこれを設置してあげるとかをすることで、お店の中に、泥棒とかそういうのが入ってこないかどうかっていうのを監視するためにも使えるので、ビジネスから個人利用まで含めてですね、使いやすい仕様の防犯カメラになっていると思います。はい。で、こちらなんですけど、現在ね幕開けの方で支援の方を行っておりまして、値段がかなりお手頃なんですよ。値段が今幕開けの先着30名限定なんで、またこの動画を公開した頃にはちょっと変わってるかもしれないんですけども、 37% オフで6920円で販売しております。一般販売価格が1900円になっているので、まあおよそ3000円から4000円ぐらいがですね、値段下がっているので、これは結構いいポイントかなと思います。ぜひ安いうちに皆さんご購入ください。それでは早速ですね、こちらどういうものなのかっていうのを皆さんと一緒にファーストインプレッションしていきたいと思いますので、じゃあ早速開封の方していきたいと思います。いきましょう、レッツゴー。はい、お待たせいたしました。こちらがですね、今回ご紹介する S3 というですね、ミニ防犯カメラになっております。で、今回ね、ちょっとまだメーカー様からサンプルをお借りしている形になるので、実際に、皆さんの元に届く内容とは若干ね変わることがございますので、そこだけご了承ください。サンプル段階に関しましては、マニュアルは中国語の、ものと英語のものオンリーになっているんですが、実際皆様の元に届く場合はですね、マニュアルが日本語で届く形になるので心配いただかなくても大丈夫かなと思います。こちらが本体で、これがスタンドで、これがまあ充電する用のプラグですね。で、充電端子に関してはマイクロ B を採用しているっていうところで、ちょっとね一個前ぐらいの規格になるのかなって感じですね。まあただ、充電ケーブルが結構長いので、まあいろんなところにあの取り付けていただくことはできるかなと思います。はい。で、こちらなんですけど、まず組み立てとしてはね非常に簡単で、これスタンドをここの部分につけていただく。はい。で、カチッとなったら取り付けは終わりです。ちょっとね硬いので、まあ、女性とかお子さんだけでやる場合はちょっとしんどいかなって思いますね。はい。で、ここがボールヘッドになっているので、様々な角度とか方向に向くことができます。ここが 3M のですねシールが貼ってありまして、この 3M のシール結構粘着力が強いものになるので、壁とか天井とか、あとは机、そういうところにも貼り付けていただきます。はい。ただここのね 3M のシールが粘着力弱
なってしまうと、ちょっと取り付けがね、上の方とか壁の方にはできなくなってしまうので、別途ね、自分で買ってこの円形に合わせて切っていただいて、再度貼り付けていただくとか、そういう形になってしまうので、何回も何回も繰り返し使うことを想定して作られてないのかなって感じがしています。早速、こちら、V 名称からまずご紹介させていただきましょう。こちら V 名称としては、ここ、前方にあるのがハードレンズになっております。で、ここの部分が LED 不可視、赤外線暗視ライトっていうのが搭載されておりまして、この下にある、この、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、一個ね、丸いポチってあるのが感光センサーというものです。でその下にあるのが赤外線センサーで、マイクもねここのところに搭載されております。でここの部分はじゃあ何っていうとですね、これ通気口になっていて熱を逃す形になるので、熱暴走で止まったりとかそういうことも起きにくいかなと思いますね。はい。で実際サイズ感としてはなんですけど、サイズ感としては 37.6mm かけるですね、ボディだけで 39.4mm で、この台座をつけるとですね 44.2mm という形になっております。で後ろ側も結構こう細かくですね設定できる、それぞれ、ボタンが配置されておりまして、でまずこの後ろのこの3つのなんかこうポポポってついてるやつ、これが表示ランプで、その隣にあるのがリセットボタンで、ここが TF カードスロットですねTF カードスロットなので、マイクロ SD とかそういったものを差し込めます。でその下にあるのが充電端子で、電源ボタンで、その隣がモード切り替えボタンという形です。はい。で重量は、83g で、スタンド含めると 100g という形になっておりまして、バッテリー容量は 2600mAh で、最大75日間、使うことが可能です。でちなみにこれは1日10回起動の場合なので、まあ連続使用の場合は75日持たないかもしれません。でピクセルとしてはこちらね 1080p を採用しているので、綺麗な画像で撮れるんじゃないかなと思っていますね。最近だとね 4K のものとかもありますが、ほとんどねアンダー1万円ぐらいか、それで言うと720とか 750p ぐらいだと思うので、その中では値段の割には結構、画質はいい方かなと思っております。待機時間は180日から360日で、 Wi-Fi は 2.4GHz が対応で、暗視距離っていう形で、これ暗視機能もついているんで、これ暗視距離としては5から10メーターで、胴体検知距離としては3から5メーターで、双方向通話も対応して、複数端末の共有も対応しております。はい。一応ここからですね、この商品実際に使ったりとかもしながらですね、機能仕様ここがすごいコーナーに入っていきたいと思うんですけども、こちらの製品ですね、機能としては全部で9個の機能が備わっております。はい。まず一つ目の機能としては、警報アラームがついているで、さらには双方向通話で、超高画質で、ナイトビジョンで、胴体検知、アプリ操作監視、そして大容量電池で、自動スイープ機能で、複数の端末で共有ができるという機能で構成されております。こちら細かくですね、ちょっと実際ご紹介していきたいなと思うので、ちょっと一回これアプリでこのカメラつないでみてですね、実際起動させてみましょう。起動完了しましたら、一応これが、アプリ上から使えるっていう感じです。で、ちょっと細かくですね、先ほど、ご紹介した機能を細分化していこうかなと思うんですが、まずはバッテリー容量ってところですね。こちら大容量バッテリーを積んでおりまして、 2600mAh のバッテリーを積んでおります。なので自動でスリープモードに入る省エネルギー設計とかも中に、システムとして、入っていますので、まあ1日10回起動の場合、最大2ヶ月半使えるっていうところがいいところです。で最長中継時間としても5ヶ月の長持ちバッテリーになっているので、 USB ケーブル使って簡単充電できるっていう点では、お店とかね、あとは長期旅行の時にも使えるかなと思います。さすがに2ヶ月旅行する方ってあんまりいないと思うので、そういう意味では一般家庭においては十分すぎるかなってところですね。でこちら、胴体感知機能っていうのが備わっておりまして、胴体感知機能っていうのは、このカメラが人や動物の動きを感知すると、自動的にこう録画をしてですね、スマホに通知を送ることを、指します。で録画されたものを即時に再生可能になっているので、どこにいてもリアルタイムで異常をチェックできるっていうところはいいところです。実際ですね、ちょっと胴体感知機能に関しまして、僕の携帯と今このね S3 がつながっているので、実際に、使用してみましょう。実際今 S3 ここに設置しております。まあ
本来はですね、天井の上とか、あとはまあ隠れた棚のところとか、そういったところに、やっていただければ、もっとね、セキュリティ面としてはいいんですが、これ動き感知っていうのはどういうもんかというとですね、例えば今僕これ映っていて、これカメラ側の視点としてはこういう感じなんですよね。で、これもうすでに、こいつとしては不審人物として僕を捉えている形になっています。なのでこの状態でですね、例えばそうですね、不審な動きをする、こういう風に押さえたりとか、あとはこういう風にしたりとか、まあこういう風にね、なんだこれみたいな感じでこう覗き込むとか、こういう風にするとですね、このクラウド内でこいつはですね、不審な動きを検出っていう形になって、こういう感じで溜まっていきます。なのでこれでですね、まあ、犯人の、まあ、いわゆる泥棒とか、そういった者たちのですね、不審な動きを察知して、瞬時にですね、5秒ぐらいなんですけど、こう、録画をしてくるっていう感じでは、まあ、非常に使いやすいかなと思っております。はい。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、うまいこと、動体感知機能、動いていたかなと思います。これだけね、結構やっぱりちゃんと動けば、泥棒とか、不審な人物が入ってきたとき、安心できますね。はい。この小ささでこれができるっていうのはなかなかないですよ。うん。さらにはこの双方向、音声通話っていうところがまた良くって、このミニ防犯カメラ S3 本体にマイクとスピーカーが内蔵されているので、画面を通して様子を見ながら周囲の音声も聞ける。さらにはこうアプリを通して声をかけたりとか聞いたりとかもできるので、こう会話ができるっていうところでは、外出先の、ところでね、お子さんが一人でお留守番している時もですね、安心できるかなと思います。で、子供さん自体も一人でね、家にいるとやっぱ不安でしょうし、そういう時にね、声をかけてもらえるっていうだけでも、こうホッとする場でもあるのでいいかなと思ってますね。実際音質っていうところをちょっと確かめたいと思いますので、ちょっと音質も見てもらいましょう。双方向会話っていうのができまして、双方向会話ちょっとやってみるとですね、これ例えばこのボタンのコールボタンを押しますね。でこれ Bluetooth マイクをオンにして、こらこらこら、もしもし、もしもし、お前何してんだ、おい止まれ止まれ、こういう感じでですね、ここで、通話してる内容っていうのが8の S3 のスピーカーから流れる形になっています。まあ、こういう感じでできますし、あとはこっち側の音声を、こっち側のスマホ側に飛ばすこともできて、これ今ミュートにしてるんですけど、これ解除してあげると、こういう感じでね、マイクが拾って、iPhone から流れます。ちょっとハウリングするのでね、これ一回切っておきます。はい。結構ね、マイクの音質としてもいいので、これはいいかなと思います。一応これ警報アラームもついていて、警報アラームがまたこれ良くてですね、結構音がでかいらしいんですよね。なので、自動スリープモードから感知してスマホに先ほどの、動体検知で通知来たらですね、すぐにこう警報を鳴らすことでですね、不審者を撃退することもできるので、すごいいいですし、なんかこの映像自体も録画できているっていうところから、録画映像をもとに警察に、突きつければですね、犯人逮捕の一つの手がかりにもなるっていうところでは、これかなりいいですね。実際ちょっと皆さんにも警報音聞いていただきたいので、警報音も見ていきたいと思います。犯人が来た時ですね、このような形でブザーを鳴らすことができます。これがいきなりやっぱり部屋の中になると結構、泥棒とか犯人的には、なんだこれ、何が始まるんだとかいうふうに思ってしまうので、これは結構いいかなと思います。はい。個人的には音量的にも十分かなと思いますね。はい。はい。いかがだったでしょうか。結構ですね、警報強くて、僕自身もこの警報を聞いてですね、結構驚いたので、何も知らない人がいきなり普通の家に入って警報鳴ると結構焦ると思うんですよ。なので、すぐ逃げてくれるかなと思います。先ほどから見ていただいている映像どうですか皆さん。結構綺麗だと思いませんか。実際、これ 1920×1080p の、まあ、高解像度を持っていて、さらにこの画素数で言うと200万画素なんですよね。なので、クリアな映像とリアルな色彩っていうところでは結構
いいと思います。これだけちゃんと映れば結構安心できますし、さらにこれ H265 の動画圧縮方式を採用しているので、高解像度、低損失圧縮なんですよね。なので、より鮮明な画質の映像をスムーズにこう再生できるので、そういう意味では外出先で映像を見れるっていうのは長期間家を不在する人からしたら安心できるポイントかなと思います。はい。で、この機能が僕的には一番すごいなと思っていて、これね、ナイトビジョン機能が備わっているんですよ。で、ナイトビジョン機能っていうのは、いわゆるですね、暗視、赤外線暗視っていうものになっておりまして、6つのですね、非発光出力 LED ライトっていうのがこれには搭載してるんですが、それによりですね、暗いところでの高画質録画を可能にしています。で、実際僕の家で一番暗いのが何度とかになるんですけど、ちょっと何度の様子皆さんに見ていただこうかなと思います。こんな感じです。で、これ真っ暗な状態で撮っているんですけど、これでもねそれだけ映るんですよね。この暗視距離っていうのは5から10メートルなので、まあ僕は今これ何度が今電気ついてるので暗いんですけど、例えばリビングとかの天井につけてあげてですね、これ使っていただくだけでですね、画質中で電気つけてない暗い中に、怪しい人影とか泥棒の影とかそういったものをですね見ることができるので、セキュリティ面でもかなり家のセキュリティの度合いが上がってくるのでいいかなーって感じがしますね。あとはこれもいい使い方かなと思うのが、お子さんが寝ている、部屋とかそういうところに設置してあげるだけで、寝てるとき怖がってないかなとか、異常ないかな、咳込んでないかなっていうのも、見れるので、まあそういうのはいいですね。で、あとはですね、今皆さん見てもらってるこの角度っていうところなんですけど、超広角150度なので、実際ね、レンズはすごい小さいんですが、かなり広角の、レンズを採用しているので、お部屋の隅々まで撮影できるっていうところでは、これ1台あれば、部屋が小さい人であれば、安心できるかなと思います。はい。もちろんね、たくさん用意して、いろんなところをつけて死角をなくすっていうのも結構いいポイントだと思うので、皆さんの家の大きさ、部屋の大きさですね、そういったものに合わせて使っていただければなと思います。はい。さらに、これ、クラウドにも保存できるっていうところで、この TF カードとクラウド保存ができるっていうところが、この、監視カメラの S3 のいいところです。録画データは、基本ですね、TF カードと、クラウドの有料の2通りの保存方法で保存ができまして、TF カードの場合、8から 128GB までは利用できます。で、上書き録画も対応しているので、カードがいっぱいになると自動的に古いファイルを上書きし、新しいファイルを保存するっていうところでは、まあ、範囲永久的にね、まあ、使えるっていうところはいいですね。はい。で、クラウドの場合は、7日間ローリングクラウド保存サービスで月610円ぐらいなので、まあ、めちゃくちゃ高いわけじゃないんですけど、まあ、610円出すぐらいだったら、僕だったらこれ TF カード、安いのを買って使うかなと思います。その方がコスパはいいかなって感じですね。最後なんですけど、こちら、複数端末で画面シェアが可能になっている製品なので、1台用意してアカウントのお子さんとかお孫さんとかと共有することで、自宅の実家とかにいるペットの様子とかもみんなで見ることができるっていうところでは、本当時代が進化したなって思いますよ。家にいなくてもやっぱりこう愛犬の姿、愛猫の姿見れるとか、孫の姿が見れるっていうのは結構ね、やっぱ心の中においてなかなか旅行ができないとか、そういうね時代になってるので、かなりこれは嬉しいかなと思います。ぜひ皆さん使っていただきたいところです。はい、それじゃあ最後にまとめに入りたいと思います。いきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、監視カメラの S3 をご紹介させていただきました。個人的にですね、ほんとこんな小さいカメラなのにもかかわらずですね、ほんとこんないっぱいできることがあるっていうのは驚きかなっていうところです。はい。で、最近の隠しカメラとかこういう監視カメラはですね、とにかく小型化されていてですね、デザインも豊富で、なおかつバレずに撮影できるっていうところは、すごい一般家庭のセキュリティを上げる面でもいいかなって思っております。で、ちょっと使ってみていいとこ悪いとこご紹介させていただくと、いいところとしてはやっぱりこう画質がすごい綺麗だっていうところと、まあ広角っていうところがいいですね。で、さらにはアプリでできることっていうのも結構多かったので、まあこの値段でこれだけできればすごいいいかなって感じがしました。うん。で、ちょっと残念だなって思ったのが、こう角度を変えるとかは物理的にやらなきゃいけないことになってしまうので、そこがやっぱり値段が高いものと若干ねこう安いものとで違うんだなっていうところ、あとはマイクロ USB 端子だっていうところが、ちょっとやっぱりこう C 端子が主流になってきてる今、ちょっと端子的には古いので、ここがちょっとね使いにくいかなって感じがしました。うん。特にね、充電中なんですけど、これ L 字型プラグを採用しているので、 L 字だとねここのボタンがすごい押しにくいんですよ。なので、できればこれまっすぐなケーブルの方がね僕的には、嬉しかったなって感じがしています。今回は家の中とか、家の外をですね撮影するようにご紹介させていただいたんですけども、監視カメラ、あとは小型カメラを使ってですね、会社でも、話題になってるセクハラ、パ
パワハラとかのですね、証拠を残すのにもやっぱこういうのも使えると思うので、あらゆる防犯対策、あらゆる、セキュリティ対策という面でも役立つので、ぜひ皆さんですね、自宅のセキュリティをガンと開ける意味でも、使っていただければなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの